はい、ございます。ではペーパーマリオ RPG 続きやっていきましょう。ということでセキュリティキーをあと3つ集める必要がありますね。さあ、まだ前人未到の地下4階に行く必要がある。ウィーン。地球じゃなくて月は空洞だったみたいな、そんな話もあるよね。まあ夢はね持っておいて損はないわ。さあ、ここピーチ姫の家じゃん。家じゃなかった。ピーチ息してる？おい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 、余裕だなピーチ。ふざけやがってピーチ。ピーチじゃねえじゃねえかお前。なんでお前人の変態か？人のシャワーそれとも強要だった？いや、これピーチっていう可能性もまだある。はい、ったくよ、せっかくシャワー浴びて汗流したのにかっこいいな。ピーチじゃねえじゃねえかお前。お前かい。お前も浴びてかん？フリシティと2人で、おい何やってんだおいという茶番はさておき。という茶番はさておきだね。最後開くんだっけ。まあそれは簡単でピーチ見つかるわけねえよなって話だな。ブロックされてんな。あら、セキュリティキーか足んねえぜ。私が今持ってるのはこれだけだもんな。もしか一個一個入れるなんてことはないだろうけど、あ、各階にあんのかな。よし、あと2つ。多分1階と2階それぞれにあるんじゃねえかな。ワン、ツー、スリー、はい。オッケー。2階。あれ、俺こっち行ってなかったっけ？行ってねえんだ。めちゃめちゃ連続する。めちゃめちゃ連続してきやがった。これは物知りですね。ありゃん XX 爆発。ダブル X とかじゃなくてバツバツウブアシは本当に大事な場所を守るために改造された新型バリアンで、負けないことを考えて作られたみたい。おしかし勝てないのではお前は。一度にプチバリアン XX をわあちょっとバツバツだったわ。バツバツを2体出すと、なるほど、もう終わらせよう。はいはい、終了です。お疲れ様でした。もうすぐレベルアップだ。オッケー。俺こっち行ってなかったんだ。和食？わっ。おー、不用心だな。セキュリティ機を置いとくなんだよ。手元あれ高くない？長くない？にしても無人だな。実はもう誰もいねえんじゃねえの。肝心なのは実はゴロ付きシティだみたいな、そういうノリなんじゃねえの。そうか、俺行かなかったんだ右。探索がガバ、探索がギャバ、よく眠れそう。あれ、これはもう一回にはいけねえのか。ああ、でも確かにこういってねえ。あ、なんかあの壁のやつヒントっぽくねー。うん、あ、やっぱそういうこと。え？あの黒いところが成功、問題ない道だから、こっちまで行って、あ、こうかで取ってクジラーっつって。羊だっつって羊を捨てるとラム、ジンギスカン食いたいな。そんな時私は何を思ったのか食べたんです。よし、セキュリティキーでした。 OK、 これで全部揃いましたね。じゃあ入れてくるか。これはこっち側多分下にはいけねえんだな。やっぱりちゃんとゾーニングされてるな。ゾーニング、で、下よし、で今入れてきたやつを全部入れる。入れてきたやつ、取ってきたやつね。ガバガバ。その扉は向こうにピーチがいるのかもしれないわ。何の根拠があってそれを入れるのだろうか。いねえじゃねえか。落ち着け。キラキラ落としして、んでこれがジャンプで次々ジャンプをかます。ほいほい、よし、これでレベルアップだ。 OK、 まあこれしかねえよな。そりゃバトルパスでもなー、3030 FP もいるけど FP の、さていつも元気。まあパワープラスだろうな。私防具プラスとかでもいいんだろうけど全然足んねえな。実際今冷静になってみるとさ、全然使ってねえじゃねえかみたいなやつあんだよね。これもいらねえし、ちょっと整理しようか。ああああ、ああ、連続じゃ、ああ、でもいるっちゃいるんだな。いるっちゃいるんだな。あ、いるっちゃいるんだな。あ、いるっちゃいるんだわ。あ、いるっちゃいるわ、全部。あ、いりますね。失礼しました。あっちに行かなきゃいけねえのか。あ、いけねえよ。ああ、なるほど。あらゆる仲間の力を使っていくぜ。動いた。あそこ開かねえの。あ、わかったぞ。間違えた。ふい。なるほど。あ、これ止まんだ。なんかいろんな仲間を使っていくのはなんかもう集大成だよな。よいしょ。だな。しわー、奥気になる、奥が気になりますね。なんもないし、余計なことしたぜ。むずいけるかなあれ。ハイパー取ったところでじゃねえ、キノコ。まあ一応取る作業はするか。うわーい、あれ、ああ救済はなさそうだな。救済ありそうだ。ん、あれ、あれは、まあでもやっぱ取れねえよな。あそこ、あ欲を出すといけませんよって話だったな。でもな気になっちゃうじゃん。さっさっと行きたいよね。よいしょ。はい、おい、おい、諦めよう。ここは待ちましょう。はい、つか俺一人なんだここ。いらねえけど、ああそうかそうか、アイテム使ったんだったんです。でよいしょ。まあミスるんならそこだったな。まあ安心安全の運転でいきましょう。おー、そうかそうか、こっちか。ほい、危ねえ。上だ、上か下か右か、上か右か下か。でも先にこうドカンいっとけみたいな感じなんじゃねえの。どこだここ。あれいけねえかな、あれいけんじゃねえの。戻ってこられるかだな。なるほど。上がれた。え、右は単純にあれアイテムか、僕の。これ乗るでしょ。いや待てよ、先にか。でこっち行くか。多分あれ右は単純にキノコだけあるんじゃねえかなと思うんだけど。よいしょ。で右はキノコだけなのか。いや違うな。あおう、戻る戻る戻る、お前なら戻る。よし、お前なら戻れるさ。ああああ、終わったかもしんねえ。お、終わってないわ。タイミング合わんな。タイミング合うタイミングがある、そういうことだよね。 OK でタイミング合うタイミングが合うある。今か、まだか、まだか。タイミング合わねえな。今か、よし。で今だ。はい、こんにちは。そろそろいっぱいだな。体力回復ありすぎだな。タンコブ全然使ってねえんだもんな。なんか闇深のタンコブ。よいしょ。あーでこっから入ったら結局飛行機で、あ、なるほどね。ヨッシーじゃなくてもいいのか。ヨッシーだっけ名前。あ、生贄だった。ごめん。お前の元の名前もう全然思い出すにはないんだったわ。ああ、ごめん。お前はいいや。なるほど。でこれもう一回生かされるの？なんかあんま、なんかもっとうまくいける方法あったのかな。もう一回いきます。よし。なんか普通に失敗したけど。なんかもっと簡単に、まあねえよな。まあ戻ってくるしかねえんだわ。はい。星。あに急に。ちょっとまだ準備しねえぞ俺。またか。あれお前まだリストラされてなかったん？待っておったぞっていうか待ちくたびれたぞ。あいつは待っておったって一体どういうこと？やっぱ騙された。このスターソンでお前をここにおびき寄せ、お前のスターソンをまとめていただく作戦なのだ。本当にスターソンあんの？それはどっか違うとこ置いとけ。それにお探しの PGB はもうここにはおらんわ。言うなよそれ。ピーチ姫はここにはいない。一体どこに連れて行ったのよ。ああ、お前らなどに教えぬわ。さあさあ、ショータイムの始まりだ。ここでお前らをバッテンダーマーク2でバッキバキやっつけてやるわい。マーク2だ。2って書いてある。紙じゃねえか。紙製が段ボール製じゃねえかも。あ、強そう。さあ、覚悟するがいい。溢れてるパワーを見せてやるぞ。エンカウント。強そう。ゲヘヘ。このバッテンダーマーク2はこの前とは一味も二味も100味も違うぞ。このパワーアップぶりをとくと見せてやる。なんかやったって同じよ。さっさとやっつけさせてもらえば。機械に頼るとはな。機械だ。機械かこれ。よし、まずは何でも物知りから始めましょう。はい。はい、バテナロボをさらに改造したマシン。70か。上へ飛んだ後突っ込んでくるドリルアタック。はあ、腕を切り出してバッテンパンチ攻撃。なんで物知り図鑑に載ってんだ？今作ったばっかなのに。腕を切り離した状態だと腕と本体の両方が攻撃できてしまうから。ああ、なるほど。マシンガン攻撃。ああ、パワープシューが侮ってはダメ。デザインが微妙なのは相変わらず。オッケー、いいだろう。デザインは一番大事。まあこういう時は大体連続でいけるでしょう。でもあんまり効かねえんだ。いくぞバッテンドリルアタック。飛んだ。降りてくんの。ああ、なるほどなるほど。そんな感じ。お前もう連続で攻撃していく。やっぱなんか続かねえな。さてなんか使うか。一撃コール使えんのか。あ、でも2か。さすがにボスに効かねえだろ。まさかな。行くわけねえよな。画面に出るボタンを順番に押せ。えゲヘヘ。そうそう、こいつの必殺技ミスやるときだな。それポチだ。もうほんと Y と X すげえ混乱するわ。え、ああ、そうかそうか。よいしょ。これはどうすかな。次々ジャンプするか。 OK。 腕なくなってやんの。よいしょ。それ必殺技だな。なくなったらダメじゃね。バリアか。なんじゃそりゃ。もう一回やらせてくれこれ。マスカね。マスカできるわけねえよな。オッケー。ボタン配置がちょっとわからなくなるんだよな。はい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 ワンダフォーまだはいエクセレントまだ OK え嘘でしょさすがにねさすがにねさすがにねあんな簡単におらくなるわけねえわな行こうぜバレル帰ってきたかああダメかよしとりあえずどうだろうなマリオは回復するっていう手もあるかアイテム使っていってもいいけど生パスタ使うか生パスタを生で食うやつよしバレル君に決めたーういううわー案外優しいんだよこの連打オッケーえどんなくらったそんなくらったなんか全然見てなかったんだけど今あ飛ぶのまあ当たんのかいおおまあまあ食らったってことかえ食らったか食らったかあんま思い出せねえんだけど囲んでポンでもやるか囲んでポンやるか囲むか囲んでやるぜどのレベルで囲んだらいいんだろうああ外したわやっぱそれなりに囲まないとあるかあダメだったわそんなにだったなうんはいあま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 ああこのバッテンだバグ2が押されるとはこの後とっときの必殺技見せてくれよほういいだろ何しろあ吸うな吸うなおいおいおいグワッハッハそれ食らえひでえひでえ技あれ全然タイムがまあまあまあ食らっちゃったなんどうすっかはいはいはいこれはマジで当ててくるか早くね早くねああどうすっかなまあ一瞬戻すかナイスガード誰だハンジーさんの子守歌で前関係は眠ってしまったぞどういうこと何歌ってんの全然だな普通ハンマーでやるか6 17かまあなんかアイテム使ってもいいけどウルトラキノコありすぎるんだよなあとかまあいらねえけど別に50も体力ねえしまだか関係が減っていく寝とる間にかわいそうなるほどターンか3回来るからその前に準備しときゃいいのかはいけけけさ、3だ。これほどパープ社バテンダーマークスがかなりピンチ状態かも。うん、お前だけが成長したと思うだよ。俺だってな、成長してんだよ。同じようにな。ジャンプ、次々ジャンプだ。はいはい終わりにしよう。やったぜ。さあバツカルフ様、知るのお前。めちゃめちゃ燃料積んでるの。おお大丈夫お前それ。おお本当に星になったよ。わあ考えるのやめてしまいそう。カス。なんで本当に本物のスターストーン置いてんのよ。それは間抜けでしょ。偽物で釣れよ。あっちへズバッとスター覚えた。なんで本物置いてんの。ダメでしょ。ステージクリアだ。最後のスターストーンのありかは遥かなる月にあるメガバッテンのアジトでした。しかしマリオがスターストーンにたどり着いた時、すでにピーチミアは再び連れ去られた。果たしてピーチミアはどこに消えたのでしょうか。姿を見せなかったバツガルフ、おそらく彼が全ての鍵を握っているはずです。そしてついにマリオの手に集まった7つのスターストーン。果たしてスターストーンは物語をどこへ導くのでしょうか。知りません。ずっとお前空回りしてくる。大丈夫。さあ着いたぞ。スターストーンがあるというピカリ神殿はどこだ。クッパ様あれですじゃ。ティッティッティ鍵閉まってる。よしでは乗り込むぞ。おならすな。お前が俺が運転すんのかい。鍵がかかってきた。開かない。時短だ。踏むな。おおのれーすごい鍵が壊れた。それで鍵が来るのはもうこの建物壊れるんだろう。土管入れんの。あまた偽物作る金がまたかかるわお前。おおこれだな。やったー。おおついに我々がスターストーンを手に入れたぞ。何の意味があるのかも知らずにな。さすがですじゃクッパ様。もう素敵。いやいやズバリ君たちは泥棒だね。そうだろう。我輩の目に狂いはない。まあ泥棒だもんな。なんだ大魔王。まあルイージだっつってんだからまあ嘘の名前でも言っとくか。のこじろう様だ。のこじろうかい。2つの我が輩が受け取れるけど、まあそれは真っ赤な偽物だから欲しければ持ってってくれて構わんよ。えなに偽物だと。あまた壊した。ダイソーに飾っていたではないか。お前本物はどこじゃ。本物はルイージ君に渡してしまったよ。まだルイージとか言ってんの。まさかルイージに先を越されるとは。兄弟揃ってなんと憎さらしいのだ。憎らしいだったわ。むむむむ。この頃の奇跡を捉えるとは全くもって不覚ですじゃ。しかしマリオたちは一体どこへ。時短だ。踏むな。あクッパ様どこに乗ってんだ。えあそっちか。むパタグリ慌ただしく何事であるか。間違えたわ。データ部隊からの報告をお伝えします。千年の扉の近くでピーチ姫らしき女性を目撃したとのことです。ガバガバじゃねえかお前。何ピーチ姫千年の扉、なんだそれは知らんのかい。千年の扉でした。とんでもない、伝説の宝がその奥にあるという場所でした。詳しいな。うがー、我が家もそこに向かうぞ。美人も伝説の宝も我が輩がいただくのだ。急げ、カメックババよ。カメックババってさ、クババだよ。カメックババ。それ直さなきゃいい？ルイージ君、こんなんに負けず、頑張りたまえ。こんなんと、こんな、あ、こんなん。こんなやつにって意味のこんなんかと思ったわ。よし、帰ってきた。トドのアーツをスターソンが揃ったね。これで千年の扉を開けることができるわ。でも、一体ピーチミはどこに連れて行かれたのかしら。知らんがな。ゴルツキだろ。とりあえずゴルツキタウンに戻りましょう。フランクリン先生にもスターソンとピーチミのことを知らせなくちゃ。おいえ、おいえ、おいえ。はい、ということで、7つのスターソンが集まりましたね。まあ、誰かに集めさせて、最後、ひったくればよくねって、確かに思うよな。みんなそこに集まるんだから、最終的に。はい、ということで、また次回も頑張りましょう。では、バイバイ。